ゲートタワービル、梅田出口地図。ゲートタワービルは、大阪市福島区にある地上16階建てのオフィスビルである。高速道路がこのビルを貫通しているのが特徴。通称は、b ブで、蜂の巣、賑やかな場所を意味する。2008年12月1日以降、TKP が全館を沈借して、ビル名称を TKP ゲートタワービルと変更し、貸し会議施設として運営している。 貸し会議施設の名称は TKP 大阪梅田ビジネスセンターであったが2014年8月に TKP ガーデンシティ大阪梅田に改称した建物はほぼ円形の平面計画でダブルコア形式が採用されているこのビルの5から7階には区分地条件の設定で阪神高速道路11号池田線梅田出口が貫通している形式上は5から7階に 阪神高速道路会社がテナントとして入居しており、1階の案内板にもそのように表示されている。この5から7階には床面がないので、建築基準法上は階数に含まれず、地上13階建てとされる5から7階の高速道路以外の部分にも窓があるように見えるがダミーであり、内部には階段とエレベーターが通っている。エレベーターは4階の次は8階となっており、 途中の木沢橋には降りられない。高速道路とビルは一切接触しておらず、互いに独立した構造である。道路の貫通部分は前後を含めて、シェルターに覆われているが、その目的は、道路またはビルの火災発生時の他方への炎症防止、自動車の排気ガスや飛散物のビルへの付着防止、ビル壁面からの落下物の道路への飛散防止、自動車による騒音や振動の防止などである。 屋上はヘリポートとなっている。この土地の地権者は1893年からこの場所で精神誕業などを営んでいたが、社屋が老朽化したため1983年に改築することにした。しかし、都市計画によって高速道路が通ることになっていたため建築許可が降りなかった。地権者側は譲れなかったため阪神高速道路公団と 約5年間にわたり交渉し、ビルに高速道路を通すことで決着した。もっとも当地は梅田に近い一等地で地価が高く、阪神高速側にとっても、土地を買収するより、区分地条件を設定する方が安上がりとなる。メリットがあった。この事例のように、高速道路などを通す場合に、用地買収が必要となるが、地権者側にも事情があるため必ずしも、用地買収が成功するとは限らず、 問題となることが多い。そのため、1989年に、道路法、都市計画法、都市再開発法、建築基準法の一部を改正し、道路と建築物等の一体的整備を認めた立体道路制度が制定された。これにより、高速道路が貫通したビルを建てられるようになった。TKP ゲートタワービルは日本で初めて立体道路制度を利用した建物である。 しかし通常は地下に道路、地上に建物を配置するのがありがとうございます。